タールピットとマンモスの模型。背後は、博物館、メタンガスが、アスファルトの泡を作る2008年の地下タールピット、発見現場1910年当時のラ、ブレア、遠くに、油田の採掘ヤグラが見える発掘されたマストドンの、化石ラブレアタールピッツは、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルス市内にある、天然アスファルトの池である。その数は100に上り、1915年以降に、 ハンコック公園として保存され、保存に貢献した実業家ジョージシーページを記念した博物館にタールピットで発見された動植物などが陳列されている。1963年、ナショナルナチュラルランドマークに登録された。この地は、1828年、メキシコ政府の払い下げ地、ランチョ・ラブレアの一部となった。ラブレアでは、近くのソルトレーク油田から、 地下の断層を伝って地表に到達した石油の形質分が蒸発し、一緒に出てきた水の作用で重質の天然アスファルトが生成されるとともに、石油から分解されたメタンガスも湧き出している。タールピットの表面は水に覆われ、この水を求めて太古の動物たちが集まりを溺れてタールに閉じ込められた。科学的年代測定で最古の動物は3万8000年。 前のものと分かった。9000年前の女性の骨も一体見つかっている。ピットに関する最初の記録は1769年のスペイン人探検家によるもので、多数の池からタールと水が泉のように吹き出ていた。タールにまみれた動物の骨も見つかっていたものの、現地で動物の骨は珍しくないことから長年、注目されていなかった。1875年。 団ち所有者のヘンリー・ハンコックが、ケンシュトラの葉を、ボストン・ソサエティ・オブ・ナチュラルのウィリアム・デントンに寄贈した、ことから古生物の化石があることが判明した。デントンの調査により、馬や鳥の化石も発見されている。ABPA セルデン JR ナッツ著、鎮西清高役、世界の化石遺産化石生態系の進化マイナス、朝倉書店2009年144ページ。 ありがとうございます。